こんばんは、反動です。今日はちょっとね、事情によりスタートが30分ぐらい遅れちゃったんで、ひょっとしたらね、いつもよりも早くというか動画が短いかもしれないです。ごめんなさい。ちょっとね、今大慌てでセッティングしてたんだけどね、ちょっとね、キャプチャーボードの動作に癖があってね、まあ、ソフトとの相性もあるのかな。ね、なかなかうまく、絵が撮れない時とね、サクッと絵が撮れる時があるんですけど、今回はちょっとうまくいかなくて、パソコン2回ぐらい再起動して、やっとこう、画面がね、映るようになりました。よし、じゃあ、キャラクターロードしましょう。相変わらず体力が低いですね。体力4かよ、本当に。なんとかしないとやばいですね。ちょっと冒頭のご挨拶を。先日アップしました、ノバくんが主人公のドルアガの塔外伝ですけども、思った以上に再生数が伸びておりまして、まあ、50程度で伸びたとか言うなよって思われる方もいらっしゃるかもしれないですけど、ちょっとうちの中ではね、うち平均してまあそうですね、いいところまあ20、30ぐらいの再生数のところをね、50もいくとね、おって思っちゃうんだけど、まあネタとして再生を、まあ、ちょっと見てみようかっていうね、方が多かったのかなって、あとはちょっとま、懐かしいなっていうんで、いつものこの、魔界の滅亡とかね、鈴木直人さんのやつはもうね、長い間やってるんで、飽き飽きとしてる人もいる中、まあ、まさかのね、ドルアガ外伝と、面白いからちょっと、クリックしてみっか、みたいな感じで伸びたのかもしれないですけど、まあ、あれ、一回こっきりのつもりで、いたわけですけども、まあね、もう一回やってくれっていうコメントもありますけど、まあでもね、あれ一回だけだから面白いんじゃないのかっていう気もしないでもないんですけどね、二回目やると、まあ、だいぶネタ切れになっちゃって、うん。攻略とかね、あ、でもね、そう。あのね、マップにある黒い丸が、第2ポイントって書いてある、あの剣ですけど、あれ、ひょっとしたら、そのフロアに着いた次のパラグラフの位置はこの黒丸のうちのどこかだよ。それを参考にしろよっていう、そういう意味なのかなーってね、ちょっとわかんないですけど、まあ、もしそうなんだとしたら、多少はあのマップも、まあ、全く意味がないわけではないのかなっていう。まあ、それほど意味があるとも思えないんですけどね。それにしたってね。はい。じゃあ、つかみはこのぐらいにしておいて。続きやりますか。パラグラフはですね、657。ここは、55階の、東北の橋ですね。で、まあ、この湖が、まあ、あるっていうふうに書いてあったんですけど、まあ、その湖がね、一体どのぐらいの広さなのかっていうのがいまいちよくわからないんで、まあ、とりあえずフロアいっぱいに書いてみたんだけど、じゃあもう一回読みますか。あなたは今55階の東北の端に立っている。目の前に広い泉があり、泉の周囲には1ブロック幅の通路が伸びている。つまり、まあ、この部分と、この部分、1ブロック幅の通路が伸びている。あなたの東には白木のドアが一つついている。泉に近寄り詳しく調べてみるなら、200。で、ドアを開けるなら698。
泉の周囲を歩いていくなら618。あれは、第2巻の時か。クロムの長剣のあった上の階ですよね。あれがちょうどこんなような形してて、で、真ん中にまあでっかい柱があってっていうね。あの時は水を飲んだら体力全開っていう風になっていたんですけど、どうなんだろうね。まあ、鈴木直人さんのことだから、同じことをしたらね、即死ぐらいありえそうだけどね。じゃ、でもちょっとね、まあ、今ね、ヒットポイント4しかないしね。藁にもすがる思いで、泉を調べてみましょう。200。清く澄んだ水を、満々と叩いた美しい泉だ。そこは深いらしく、何も見えない。中央に噴水があり、絶えず水を吹き出している。あなたは両手に水をすくい、ほんのわずかに口に含む。この泉の水は冷たく美味しい。ああ、よかった。絶対やばいと思ったんだけどな。しかし、毒にも薬にもならない、ただの水だ。そういうことか。ついでにもう一度水をすくい、顔を洗った。泉の端に腰を下ろし、濡れた顔を拭うと何もすることがなくなった。あなたはクリオの船を持っているだろうか。もし持っているなら今ここで吹いてみてもいい。あ、そっか。泉の精を、なんか、呼ぶのに使うんだっけ。笛持ってますね。吹いてみましょう。565。560。あなたが笛を吹くと、水面が泡立ち始めた。何かが姿を現すようだ。536へ。泉の中から髪を束ねた男の顔が現れ、あなたに話しかけた。求めに応じてやってきた。私は泉の精だ。イメージとはだいぶかけ離れた妖精だが、この男が人間でないことははっきりとわかる。青みがかった肌と濃紺の髪をしている。青い肌と、まあ、濃紺の髪。お前の探している鍵を持ってきた。これを、男は鉄の鍵をあなたに向かって差し出している。まあ、イラストがありますね。このイラストは普通の人間にしか見えないね、逆に。ありがとう。あなたは礼を言って受け取った。アドベンチャーシートに鉄の鍵を記入しておくこと。ただし、この鍵をすでに持っているか、受け取るのが嫌なら記録しておく必要はない。泉の精は用が済むと再び水の中に消えていった。鉄の鍵か。以前、結構下の階の、南西の角のあたりで、鉄の鍵がかかってる扉がありましたね。よし、じゃあ、所持品。じゃあ、16番。まあ、確かにね、想像とは全然違ったね。泉のせいなんて言うから、何かね、女の人だと思い込んでましたけど。657。じゃあ次は、じゃあ泉の周囲を歩いていくなら618。まあドアを出て行ってしまったらもうそれまでなんで、まあ、泉の周囲を歩くしかないですね。618。ここは55階の西南の橋である。西南の橋。ずいぶん歩ったな。ここまで歩った。パラグラフは618。メモしときますね。
と目の前に6ブロック四方の広さを持つ泉がある。123。あ、合ってたってことだね。あなたの西に真鍮のドアがあるが、鍵がかかっている。もしあなたが真鍮の鍵を持っていて、このドアを開けて中に入るなら、607へ進む。ああ、ここは真鍮の鍵か。西側にある。よし、じゃあメモしときましょう。真鍮の鍵。なんて書くか。真鍮のドアか。そして、このドアを開けて中に入るなら607。でも、真鍮の鍵、あ、持ってんじゃん。15番、真鍮の鍵だ。そっか。ちなみに、このまま進んでいくと、また東北のとこに戻ってしまうようです。そっか。じゃあ、真鍮の鍵で、扉を開けてみましょう。607。あなたは四方を石壁に囲まれた場所に立っている。東に真鍮のドアがあり、こちら側からは鍵がなくても開けられるようになっている。目の前から螺旋階段が上に向かって伸びている。すぐ上の階に通じているようだ。階段を登っていくなら283。真鍮のドアを開けて中に入るなら618。じゃあ真鍮のドアは56階に通じてるってことですね。真鍮のドア56階。よし、じゃあ行ってみましょう。階段を登っていくなら283。あなたは四方を、石壁に囲まれた1ブロックの広さの場所にいる。足元から階段が、下に向かって伸びている。あなたの東側には真鍮のドアがある。このドアはこちら側からは簡単に開けることができる。じゃあドアを開けましょう。683。あなたは今、56階の西南の端に立っている。56階ですね。で、真鍮の扉があると。パラグラフは683で、真鍮のドアで54階へ続いてると、あ、違う、55階か。北と東に1ブロック幅の通路が伸びている。あ、ごめんなさい、ちょっとマイクがちょっと位置悪いな。北は4ブロック先で東へ向かって伸びている通路と交わる三叉路になっている。北は4ブロック先、1、2、3で、東は2ブロック先で行き止まりになっており、そこに誰かが座っている。誰かがいると。暗くて顔はよく見えないが、どうやら女性のようだ。こうだ。怖いね。もうなんか、さあ、
誰がいても怖いんだよな。まあでもとりあえず行くしかねえ。730。ここは袋小路になっている。南側は石壁、北側と東側はレンガ壁で遮られている。西に向かって1ブロック幅の通路が伸びており、2ブロック先で北へ折れている。目の前に女剣士が座っている。やあ、あなたは声をかけた。こんにちは。人違いだったらごめんなさい。あなたがガンプを倒した PJ じゃありません？イラストがありますね。ああ、そんな、なんか怪しくはなさそう。というか、まあ、あんま美人タイプじゃなさそうな感じですね。違うよ。俺の名はギルだ。そう。私の名はバルキリー。よろしく。こんなところで何をしている？私は一緒に旅をしているプリーストとはぐれてしまったの。足を棒にして探し回っても見つからなくって。疲れて休んでいるところよ。もしどこかで私のメンバーと会ったら、私はここにいるって伝えてちょうだい。わかった。伝えるよ。あなたはキビスを返して立ち去った。立ち去ったはいいけど、イラストの方になんかね、突き当たりになんか、ポスターみたいな、張り紙みたいなもんが貼ってあるんですよ。なんだろうね、バンジョーみたいななんか楽器のイラストが書いてあるけど、これなんか関係あんのかな？書いてある文章は関係なさそうだな。なんでこんなとこ都合よく椅子が置いてあるんだろうか。まあいいや。じゃあ戻りますね。683。戦乱の橋に戻ってきました。じゃあ北に向かいましょう。699。ここは北と東と南に通路が伸びているサンサラダ。西側は石壁、通路に沿って続いている。北は3ブロック先で東へ折れており、その曲がり角に白木のドアが見える。1,2,3 で、ここに白木のドア。いやー、複雑ですね、ほんと。東は1ブロック先で北へ向かって伸びている通路と交わる三叉路になっている。こういうことかな。東は1ブロック先で北へ向かって伸びている通路と交わる三叉路。あれ？北へ向かって伸びているってことはこうか。じゃあ北へ向かうか東へ向かうかですけどもそうですね、まあちょっといつものパターンですけど、外周から調べていきましょうか。北へ向かいましょう。713。あ、パラグラフを書くの忘れたな。699かな、さっき。で、ここが、713。で、白木のドアか。白木のドア。あなたが立っている場所は56階の西北の橋である。1ブロック幅の通路が東と南に向かって伸びている、東は3ブロック先が南に向かって伸びている通路と交わる三叉路になっている。3ブロック先、1,2、こうかな。あなたの西の石壁には白木のドアが一つついている。外階段に通じているようだ。このフロアは複雑な迷路になっているので、正確にマッピングしておいた方がいい。おお、そうなんだ。
またこのフロアでは石壁以外の隔壁類について特に明記していない。これはその必要がないことに気がついたからであり、決して作者の手抜きではない。こういうところがね、好きですよ、鈴木直人さんの。東へ向かうなら707へ、南へ向かうなら699へ、白木のドアを開けて中に入るなら729へ。よし、じゃあ東へ向かいましょう。707。ここは、東と南と西に通路が伸びている三叉路だ。北側は石壁になっている。東は2ブロック先で南へ向かって伸びている通路と交わる三叉路になっている。2ブロック先だからこれでいいのかな。南は1ブロック先で西へ折れている。ということで、こうか。確かに複雑そうですね。西はまあ3ブロック先で、南折れてて、白木のドアがあるよと。よし、じゃあ、東へ向かいますね。674。ここは東と西と南に通路が伸びている三叉路だ。北側は石壁になっている。東は1ブロック先で南へ向かって伸びている通路と交わる三叉路になっている。はあ。そっか。じゃあ、こう、こう。1ブロック先で南へ降りてる？ってことは、こうなってんのかな？南は？南は1ブロック先で西へ降りている。こうか。パラグラフは674。はい、またじゃあ東へ向かいましょう。504。ここは東と南と西に通路が伸びている三叉路だ。北側は、ここか。北側は石壁。東は1ブロック先で南へ折れている。刻むな。さっきの湖のところは全然刻まなかったけど、ここは逆にすごい刻みますね。南は2ブロック先で西へ向かって伸びている通路と交わる三叉路になっている。西は1ブロック先で南。東は1ブロック先で南を折れている。よし、じゃあ東行きます。161。ここは西と南に通路が伸びている曲がり角だ。北側と東側は石壁になっている。西は1ブロック先で南へ伸びる通路と交わる三叉路になっている。南は4ブロック先で、西へ伸びる通路と交わる三叉路になっているが、その手前、ここから2ブロック先に誰かがいるような気がする。ちょっと待って。4ブロック先で西、1、2、3。こうなっているが、その手前、ここから2ブロック先に誰かがいるような気がする。なんやろね。こんな感じ？よし、セーブしよう。あれどこだっけ？これか。よし、じゃあ南へ向かいます。720。
角、まあいいや。メガネをかけた知的な感じの男が立っている。なんかイラストがありますね。34歳ぐらいの男だ。随分、なんか特定してますね。イラストの方もなんか、明らかに誰かの似顔絵なんだろうな、こりゃ。あなたが近づくと右手を上げて会釈した。そう予期ている。ファラオの亀は歩くのが呪い。とか、ドラゴンの魚の目。とか、ネバーランドの夏みかん。などと意味不明な独り言をブツブツとつぶやいている。ネバーランドのリンゴなら知ってるけど、まあ、それ作者さんなのかな。あなたがもしマトラの鏡を持っているなら、この男の姿を映してみてもいい。男に話しかけるなら669へ。まあ、明らかにこれは、あの、突き当たりにいた、あの子の、パートナーですよね。マトラの鏡をやってもいいんだけど、まあ、話しかけてみるか。669。ちょっと待って。パラグラフ一応書いとこう。これ161か。話しかけるなら669。右の括弧の中に印がついているだろうか。もしついているなら726へ進め。もしついていないなら右の括弧に印をつけた上で630へ進め。何これ、こんなん初めてだわ。パラグラフのところに括弧がついてて空欄があります。で、印をつけていたらってことなんだけど、つけろと。直接この本を書いちゃうの嫌だから、まあ覚えとくことにします。印をつけた上で630へ。あなたが声をかけると、その男はこちらを向いた。装意をつけてはいるが、マジシャンやウィザードではない。彼らと違い、顔に精気があふれている。肉付きのいい体が内側から装意を膨らませている。いやー、参ったな。仲間にはぐれてしまって、私プリーストのタルカトゥーミというものです。どうぞよろしく。え？もちろん怪しいものではありません。私の名前のバルキリーナオミを知りませんか？この迷路の中で迷子になってしまったらしくって、もし彼の仲間がどこにいるか知っているなら、そこへ行く道を教えてやってもいい。知らないか知っていても教えたくない場合は640。選択肢が4つあります。南、西、北、西へ行け。南、西、北、東へ行け。北、西、南、西へ行け。北、西、南、東へ行けの、いずれかですけども、まあ、そのバルキリー、ナオミは、ここにいるんで、北行って、西行って、南行って、東。ですね。351。ほう、ご存知ですか。これはありがたい。タルカトーミは大笑い顔を浮かべた。笑うと結構可愛らしい。お会いになったのですね。いやー、全く助かりました。私も忙しい体ですから。お礼と言ってはなんですけど、あなたの探し物を当てて差し上げましょう。大理石の鍵、でしょ？それなら、ここから西の方向にありますよ。この、ちょうど真西です。遠回りすることになりますが、行ってごらんなさい。あなたは、タルカトウミの手を握り、別れを告げた。ちょうど西、ここ？この辺りのどこかかな。まあ、いずれにしても、簡単に行けそうではあるけどね。どうしよう。忘れないように、こうやって書いとくか。
まあいいや。大理石の鍵。よし、じゃあ南へ向かいましょう。138。北と南と西に通路が伸びている三サロに立っている。東は石壁だ。北は4ブロック先で石壁に突き当たっていて西へ折れている。2ブロック先に正体は不明だが人影が見える。南は1ブロック先で西へ伸びている通路と交わる三サロになっている。西は1ブロック先で北へ伸びている通路と交わる三サロになっている。じゃあ南へ向かいましょう。230あ、ま、ちょ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 138。こまめなパラグラフのメモがね、後々聞いてくるわけですよ。南へ向かうなら234。234。ここは北と西と南に通路が伸びている三サロだ。東は石壁で遮られている。北は1ブロック先で西へ向かって伸びている通路と交わる三サロになっている、なっている。南も1ブロック先で西へ向かって伸びている。はい。実にややこしい。西は3ブロック先で南北へ通じる通路と、交わって四つ角になっている。1、2、四つ角になっているか。北へ向かうなら137、南へ向かうなら217、南へ向かいます。217。ここは、北と西と南に通路が伸びている三サロだ。東側は石壁になっている。北は1ブロック先で西へ向かって伸びている通路と交わる三サロになっている。西は2ブロック先で南へ折れている。南は1ブロック先で石壁に突き当たり、そこで西へ折れている。はい、じゃあね、南へ向かいましょう。249。ここは三方をレンガ壁に囲まれた袋小路になっている。螺旋階段があり、あ、階段があると。上方へ伸びている。通路は西へ伸びているだけだ。ん？これ間違ってるな。ちょっと待って。読むとこ間違えてる。249、ここだ。ごめんなさい。あなたは北と西に通路が伸びている角に立っている。東側と南側は石壁で遮られていて、ここが塔の、東南の端であることがわかる。北は1ブロック先で西へ向かって伸びている通路と交わる三サロになっている。西は1ブロック先で行き止まりの袋小路になっている。なんだろうね。行き止まりだけど行ってみましょう。715。ここは、北と西と南を壁に囲まれた袋小路だ。南側は石壁になっている。東へ伸びている通路は1ブロック先で北へ折れている。あなたの目の前の西壁にハエが数匹止まっている。全く動かないので目を近づけてよく見ると、それはハエではなかった。虫ピンのような針の頭に、ハエそっくりの作り物がくっついている。あなたはこれを一つ持っていくことにした。アドベンチャーシートにフライの針と記入しておくこと。フライの針。
なんかちょっと不気味な感じですね。要は、あれですよね。待ち針の玉の部分に、ハエのようなものがついてると。そしてここに他には何もない。東へ戻ることにしよう249。フライの針って書いとくか。よし。じゃあね、今は56階の、外周をね、ぐるっと回ってきました。なんだ。チェックをね、パラグラフのところにチェックをつけたところ。これ。その後、この子、会えたのかなっていうのはちょっと気になるのと、あと、まあ、こいつが教えてくれた、ちょうど西側に、大理石の鍵がありますよって言った件ですね。まあ、この内側を歩いてみて、その辺を探索して、覚えてたらね、このバルキリーのナオミさんにちょっと会いに行くのもいいかなと思います。今日はね、ちょっと短いですけども、まあ、さっきも言った通りちょっとスタートがね、遅くなっちゃったんで、今日はこのぐらいにして終わりにしておきます。どうですかね、まあ、毎回ではないけど、まあ、何回か聞いてますけどね、30分、40分ぐらいの動画とかでもね、まあ、そのぐらいの方がボリューム的にちょうどいいっていう方もいれば、まあ、1時間、ずっと今までね、1時間前後の動画でやってきてるので、うちのチャンネルは。なので別に問題ないよと、半藤さんの好きにやっとくれという方が、まあ、多分、多いと思うんですけど、自分は個人的にね、長い動画好きなんで、自分の好きなとこでね、止めて、また続きを後で見ればいいだけのことなんで、なるべくね、好きな動画はたっぷり見たいというふうに自分が思ってるんで、そういう方針でカット少なめでやっております。まあ、それに対して何かご意見がある方はね、コメントください。よろしくお願いいたします。はい。じゃあね、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。ちょっとね、中途半端だとは思うんですけども、まあ、次回は今言った通り、この内側をね、やっていきたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。